こんにちは、今日は鶏団子のスープ食べていきたいと思います。肉団子のスープ、鶏団子のスープ食べていきたいと思います。はい、こちらです。鶏団子と里芋のスープ、あ、肉団子と里芋のスープそんな感じのやつを作りました。団子がちょっと緩すぎて崩れてしまいました。よし。で、小松菜も入れました。で、上に、かいわれ大根をしました。はい、今緩くダイエットしてて、炭水化物ちょっと控えめにいこうと思って、ご飯の代わりに里芋で炭水化物を取りたいと思います。よし、ではいただきます。もう小松菜もたっぷり入れたんで、スープから飲む。うん、うまい、うまいです。美味しくできました、スープ。醤油味ですね。うん、肉団子も美味しくできました。うん、うん、うまい、うまくできた。うん、小松菜の前、うん、小松菜がお得に買えたんで小松菜入れてみました。小松菜前です。肉団子はボロボロです。大きさもバラバラ。うん、でも味は甘いです。うん、里芋もうまいです。スープがめちゃくちゃうまくできた。中華スープの素、鶏ガラかなと醤油で味付けしました。うん、熱々だ。でもうまいです。
ごい、ボロボロだ。うん、うまい。里芋もうまいです。この食感とか美味しいです。熱いけどうまい。ボロ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 だけど味は美味しいです。
うん、里芋ラストでした。あとはくずれた肉団子、暑いです。うん、暑い、ごちそうさまでした。あ、美味しかった。今日は肉団子と里芋のスープ食べました。あ、暑い。里芋結構ゴロゴロいっぱい入れたので食べ応えバッチリで、肉団子もいっぱい見えたので食べ応えあって、スープも全部飲んだので食べ応えめちゃくちゃあって、あ、熱い、熱い。満足です。お腹いっぱいです。あと美味しくできたので良かったです。よし、リュークダイエットするのでちょっと頑張っていきたいと思います。またいろいろ作って食べていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ではバイバイ。